ウクライナ東部でここまで激戦が続いてきたバフムートでは、ロシア側の民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が市街地の8割を制圧したとしているのに対して、ウクライナ軍側ではそれは事実ではないとして否定するなど、未だに戦況情報が混沌としているね。だが、アメリカのシンクタンク戦争研究所でもロシア側が優勢で 76.5% を制圧していると分析していることから、ウクライナ軍が押されつつあることは間違いないと見られているぜ。やっぱり自力の差がじわじわと出始めているのかな？いくら士気が高くて各国から支援を受けていても、総合力ではロシアが勝っているもんね。さて今回は、ウクライナ軍の反攻作戦が南部で展開されていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍の攻勢がバフムートを除いてはほぼ停滞している現状の中、ウクライナ軍にはアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国や、ロシアの侵略を明日は我が身と受け止める東欧諸国などからの軍事支援を受けて、間もなく反攻作戦を展開すると見られていて、特に南部のザポリージャ州からアゾフ海に出てヘルソン州を奪還し、その先のクリミア半島の奪還まで視野に入れて反攻に転じる可能性が高いとして指摘されているよ。イギリス国防省が4月12日に発表した戦況分析によると、3月下旬頃からウクライナ軍がザポリージャ州メリトポリ市内や周辺にハイマースによるピンポイント攻撃を加えていると見られ、ウクライナ軍が反攻を仕掛ける可能性が非常に高いとされているメリトポリの北方地域では、ロシア軍が3層にわたって塹壕が掘られた防御陣地を構築していることが衛星画像などから明らかになったとしているんだ。この3層構造の防御陣地については、最前線の部隊の後方に援護のための部隊が2段階に配置される形となり、イギリス国防省では防御側の兵力が多く、後方からの砲撃による支援がある場合なら手強い防御陣地となる可能性があるが、東部バフムートに兵力を集中していると見られるロシア軍がこの地域に分厚い兵力を展開できているかについては全く不明であるとの評価を下しているみたい。またアメリカのシンクタンクである戦争研究所もまた11日に、ザポリージャ州ではロシア軍の特殊部隊が展開している可能性を指摘していて、ウクライナ軍の反攻を阻止する動きを見せていることを述べているぜ。この3層の防御陣地については、これまでのロシア軍の戦術として伝えられているように、後方の陣地に特戦隊を配置するのではないかとの見方もあるね。ロシア軍においてはウクライナ軍兵士に直接撃たれるよりも、味方との同士撃ちや特戦隊によって射殺される兵士の方が多いのではないかと揶揄されるほどその活動は徹底しており、戦争研究所が示している特殊部隊とはロシア側が発表していたウクライナ軍の西側戦車を主体とした。新機械化部隊対策用に対戦車ミサイルなどを装備した部隊であろうと見られている中で、あるいはこの特戦隊としての役割を担っているのではないかとの見方をする向きも多いみたい。八方塞がりの状態で戦うロシアの兵が不憫に思えちゃうよね。ここまで、昨年のハルキウ州における反攻作戦の時用に、ウクライナ軍は反攻作戦については観光令が敷かれていたと見られ、信頼できる情報はほとんど出されておらず、ザポリージャ州が有力視されていながらも絶対的な情報ではなかったんだ。その中で、ウクライナのデニス・シュミハリ首相は11日、アメリカの新聞によるインタビューで、ウクライナ軍の反攻は遅くとも夏までに始められると述べていて、ウクライナ政府内においてはこれまで、反攻開始の時期は4月かないしは5月とする見方があったが、これらについては一転して不透明になりつつあるよ。それは、ニューヨークタイムズ紙が報道したアメリカ国防省の機密文書が漏洩して SNS などで流出した事件によって、ウクライナ侵略戦争における様々な情報が明らかにされたことにあったんだ。これについて、ウクライナ側はこの機密文書に書かれた情報は古いものであり、この情報に基づいた作戦はすでに変更されているといったことを発信したのだが、かえってそのためにその文書が本物であると事実上認める形になってしまい、各方面に様々な波紋を引き起こしており、それぞれの文書には意図的に改ざんされた語があるとされて入るものの、
実際のところ何が真実であったのかについてはよくわかっていないみたい。特にウクライナの反攻計画については、アメリカ紙ワシントンポストが12日、ロシアの侵略を受けるウクライナ軍が計画している大規模な反転攻勢の開始時期に関し、天候や米欧からの軍事支援が到着しないなど複数の要因で遅れていると報じ、さらに、インターネット上にアメリカ政府の機密文書が流出した問題で、ウクライナ軍の弱点が明るみに出たことによって、事態が複雑化してしまっているとも指摘していて、全く不透明な形になっているな。その中で13日、アメリカ連邦捜査局 FBI はアメリカ政府の機密文書を漏洩させた犯人として、マサチューセッツ州の空軍州兵の21歳の兵士を逮捕したよ。FBI の調べによるとこの兵士が文書を撮影し、オンライン通信サービスのディスコードの中で招待制のグループ内で共有したことが発端だったされていて、このグループにはロシア人やウクライナ人などのメンバー25名ほどが参加していたというね。この男性兵士は昨年の終わり頃から週に数件のペースでアメリカ政府の機密情報をグループ内で共有し始めたとされていて、当初は機密文書の内容を書き写したものを挙げていたのだったんだけど、次第に文書そのものを撮影した画像を共有するようになったみたい。このディスコードのグループメンバーによると、この男性兵士はアメリカ政府に対して否定的な意見を持っていたとされ、アメリカの情報機関が真実を国民に隠していると主張していたとして、ロシアなど外国政府の関与は否定していたんだって。これらの情報についてはメンバーの一人が2月末にディスコードの別のグループに機密文書の画像を転載し始めたほか、3月にはさらに別のグループに画像が投稿されるなどして拡散されていて、4月に入ってから世界的に利用者が多いテレグラムやツイッターなどに画像が流出して、一気に拡散したことで今回明るみになったとされているぜ。FBI は13日に、国家防衛機密を公の承認なしに移動させ、保持転送したとしてアメリカ東部マサチューセッツ州の空軍州兵であるジャック・テシェイエラ容疑者を逮捕したよ。このテシェイエラ容疑者は IT 技術者であったことから、機密情報を扱っているアメリカ国防総省のネットワークへのアクセス権を保有していたために今回の逮捕につながったみたい。今回の機密情報漏洩に関してはその原因が判明したことで、今後は防げるとの見方が出ているけど、反攻計画に見直しを迫られたウクライナ軍がどう出るかについての情報はまだ少ないみたい。この先の展開を考えた際にウクライナ軍がどのような反攻作戦を展開するかについては、大きな変化はないと見られているな。ザポリージャ州におけるウクライナ軍の動きに関して、これまでロシア軍の占領下にあったと見られていたオレホボ近郊の地域に、ウクライナ軍が進出していることを示す動画が SNS に投稿されていて、このオレホボは州都ザポリージャの東南 40km ほどにある都市で、同じく南 40km ほどのドニプロ川東岸にあるバシリウカと共にザポリージャから、メリトポリに侵攻するための拠点となることからウクライナ軍が、やはりメリトポリ奪還を目指しているのはほぼ間違いないとされ、あとは西側諸国からの戦車や弾薬の届くタイミングを見計らって、おそらくは西側諸国の予想通りにメリトポリ奪還作戦が展開されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。